神甲子園球場です。阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右のビーズリー、対するスワローズの先発は右のヤフーレ、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右のビーズリー、マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは丸山。背番号4。第9、外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、ボール、投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは中村。中村、背番号27。第9、投げました、ストレートはストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから、第2球、投げました、低め外角ストライク、追い込んでから投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ボール。さあ、投球は5球目、投げました、打った、破った、中村、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。左バッターボックスは3番長岡。第9、投げた、ストレートはボール、まずは外角低め。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、スライダー空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、150キロ直球、空振り三振。バッターは4番村上。村上、背番号55。第9、投げた、アウトコース低めいっぱいストライク、いきなり150キロ、投球これから2球目、2球目ストライク、追い込んで投げました、外、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、アウトロー、スプリット外れてボール。第5球投げました、149キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。ビーズリー、3番4番と連続三振で切り抜けています。タイガース大事な立ち上がり。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターはサンタナ。第9、ストライク、いきなり150キロ、1球目ストライクから投げました、決まってストライク、これで追い込みました。第3球は1球外した、ボール。次は4球目、投げました、スライダー、見逃し三振。リプレイをご覧ください。右バッターボックスにはオスナ。オスナ、背番号13。第9、投げた、初球決まってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、ストライク。投球は3球目、投げた、1球外してボール。第4球を投げた、スライダー、ボール。さあ、5球目、ボール。第6球を投げた、打ちました、引っ掛けた、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番浜田。第9、見送ってストライク、いきなり150キロ、投球これから2球目、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、アウトコース、ボール。第4球を投げました、150キロ直球、空振り三振。ビーズリー、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは竹岡。第9、投げました、初球を打ちました、ヒット、センター前ヒットになった、竹岡ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターはピッチャーヤフーレ。第9、投げました、あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターはトップに帰って丸山。第1打席はライトフライに倒れています。決まった、ストライク、ストライク、胸元厳しい球、簡単に2ストライクと追い込んだ。一塁ランナー出た、三振、これは悠々セーフ、盗塁を許します。バッターは2番中村。大きな声援が届いています。第9、第2球投げました、おっと、これ当たった、デッドボール。
バッターは3番長岡。タイガース一打同点のピンチを迎えています。第1球完全に外れた、ボール。第2球投げた、ストライク。タイミング合いません。第3球を投げた、ボール。アウトコース低め。第4球は打ちました。これはショート正面、ショートこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ビーズリー、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは村上。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。直球ストライク、アウトローへ。まずは入れてきました。投げた、打ちました。レフトへの当たり、ヒットになります。村上、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。さあ、リプレイです。バッターは5番サンタナ。第9、投げた、ストライク。これはかすった形になりました。第2球投げた、カットボールはボール。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、打った、ファール。第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、レフト前のヒットになります。中継、サンタナナイスバッティングです。タイガース同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番オスナ。タイガース一打同点のピンチを迎えています。第1球投げました、直球決まってストライク。第2球投げました、2球目空振り。第3球は外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました。中野バックしていった、ジャンプ、グラブ弾いた、二塁ランナー三塁へ向かう、センターバックホーム。オスナいいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。バッターは7番浜田。タイガースここは外野フライも避けたい場面です。第9初球ストライクから、第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球高めボール球打った、ショートバウンド、2塁送球、2塁フォースアウト。タイガース追いつかれました。タイガースなおもピンチが続きます。先ほどヒットを放っている竹岡、第9危ない球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打った、痛烈、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。4回の表が終わって1対1。ビーズリーとうとう打たれてしまいました。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーヤフーレ。アウトローを見送ってストライク、いきなり150キロ投げた、追い込んでから投げました、外角、直球は外れてボール。投球これから4球目、打ちました、ファースト右横のゴロ。大山自分でベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って丸山、今日はライトフライト三振。第9投球これから2球目、ボール、外角低め。第3球を投げました、3球目ストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げました、打ちました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番中村。これが3度目のバッターボックス、投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、危ない球投げた、外側いっぱい、見逃し三振。ビーズリー最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって2対1です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは長岡、今日は三振とショートゴロ。第9投げた、ストレート見送ってストライク、1球目ストライクから。第2球投げた、打った、センター前に出る、ヒット、長岡ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。さあ、リプレイです。左バッターボックスは4番村上。
第1球投げた、ストライク。初球ストライクから第2球投げた、決まってストライク。追い込んでから投げました、一つ外したボール。次は4球目投げました、危ない球。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、外れた、フォアボール。右のバッターボックスは5番サンタナ、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、初球見送ってストライク。投球これから2球目打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、外、外れてボール。第4球を投げた、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが、ランナーそれぞれ1塁2塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。バッターは6番オスナ、今日3打席目。第1球初球はストライク、まずは決めてきました。さあ次の投球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、クリーンヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ランナー二塁でストップ、バックホーム、間に合うかどうか。タイガース逆転されました、3対2。逆転の場面映像でご覧いただきましょう。代打は北村に代わりまして、北村匠背番号30。第1球投げた、初球決まってストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、決まった、ストライク。第3球を投げた、空振り三振、ビーズリー3球で仕留めてみせました。左バッターボックスは8番竹岡、第1球投げました、アウトコース低め、ボール。さあ次の投球投げました、スライダー決まってストライク。第3球を投げました、打った、ボテボテの当たりはショートゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって3対2、タイガース1点をリードされています。タイガース1点差に届かず敗れました。スワローズが勝ちました。勝利投手はヤフーレ、敗戦投手はビーズリー田口にセーブがつきます。さて本日のヒーローはオスナ、本当に今日は大活躍でした。